それとまあ一応ちょっとね、ごめんなさい。一応ちょっと説明しておきますけども、えっ、ー、と今ね、えー、今日はね、えっ、ー、と、4月の26日かになりますけども、僕ね、4月23日にですね、あの一応またね、えっ、ー、と、ちょっとエロゲーをね、野球圏のセガサタンのエロゲーをね、 投稿してしまったことでですね、一応、その動画がすね、ちょっとまあ、エロゲーということでね、えー、削除されてしまいまして、それで違反ペナルティをね、また食らってしまいまして、2回食らってしまったんですよね。1回目はちょっとした、別の動画でね、僕のちょっと、あの別の動画でちょっとミスがあって、えー、違反ペナルティ食らっちゃったんですけども、今回2回目になるんで、 あのー、2週間ね、YouTube に動画がプロできないという状態になってます、今ね。はい。だから、まあ、えー、5月の2週間後ってことは、5月の7日 ?7 日ぐらい ?7 日じゃないな。5月5日かな ?5 月5日 ?5 日やね。子供の日の5月5日までちょっとね、 僕、YouTube に動画を、ね、2週間、ね、投稿できない状態に今いますので、あのー、なので、その間は、ニコニコ動画の方にね、えー、動画投稿をね、更新していく形になりますので、はい、一応それだけ報告しておきますが、まあ今ちょっとね、この動画を YouTube で見られてる方はね、僕のもうその、えっ、ー、と、YouTube のね、動画を投稿できる状態になってるやつを見てると思いますけどね、はい。 正式には今はねあの、動画投稿できない状態ですので、はい。だからこの動画ね、新しい動画投稿するには、まあ、ニコニコ動画の方に投稿するって形になりますので、はい。それだけ言っておきますね。はい。まあ、今 YouTube で見られてる方はもう動画投稿僕できる状態になってるから、一応見てるってことだと思いますが、一応ね、そういうことになっておりますので、はい。僕の、まあ、またちょっとした、ね、あのミスをしてしまったんで、 またね、えー、YouTube に2週間投稿できなくなったと。いうことでね。はい。いや、懲りないですね。本当、学習できてないなぁと自分で思いますけどもね。まあ、エロゲーまあ、野球圏でもダメなんですね。うん、エロゲーはエロゲーで、一応ね、裸が見えるような状態だったんで。はい。まあ、一応でもね、あの、限定公開にしてたんですけど、それでもダメだったみたいですてね。はい。 限定公開にしたやつをですね、さらに僕のチャンネルのコミュニティの人だけにね、限定公開の UR を URL をね、えー、公開してですね、あの、僕のチャンネルのコミュニティの方だけでも見ていただけようかなと思ってね、一応 UR を URL を公開したら、その途端ですね、一応違反と言われっていう、そういうね、違反ペナルティをらってしまいまして、 だから、限定公開でもね、URL 公開してしまったらダメっていうことなんでしょうね。はい。勉強になりました。はい。ということで、はい。まあ、ちょっとなかなかね、お話しさせていただきましたけども、一応そういうことですので、はい。じゃあ、今回これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。